はい、皆さんこんにちは。あちらでございます。のぶつねさん。のぶつねさん、違う。よしつなさんだね、やっていきたいと思いますよ。早号か。もう来るんだよね。使い切っとくか。あー、でも落ちないんだよね。あ、ヒアも使えないか。射撃。あ、もう落ちるね。あー、じゃあ普通に射撃で落とそうか。はい、しまったと。次は誰？あ、次まだあるのね。じゃあ待機しとこっか。あ、来た来た。うん。さあ、かっちゃんが騎馬鉄砲じゃなくて、陛下変更で、キバだね。かっちゃんはキバで、鈴木さんがキバ鉄砲だね。キバ鉄砲。あと2300兆。あ、2377兆だったらもうキバ鉄砲にしよう。ちょっと兵は22人ほど出ますけど、これでいきましょう。うわ、キバ鉄砲が3部隊も出せるってすごいいいですね。で、入るのはもう目に見えてんで、我々は待機です。あ、これいいあれだね。いい地形だわ。あら、私どこ？あら、あ、これか。で、千成秒短しときましょうか。これ一斉待機っていうのがあればいいんだけどね、ないんですよ。待機ね。間違えて対局をしちゃいそうで怖いんですけど。怖いからちょっと一歩出ようか。待機ね。これね、上陸してきたらいいんですけど、上陸してこなかったらめんどくさいね。で、待機で、これちょっと待ってね。ああ、回り道しようと。あ、この辺行かしとこっか。で、特技。あ、待機。川越えんの大変っぽいね。こっち行かしとこっか。待機。で、私は、ここで、特技で。あ、まだ無理？あ、いけるね。風林火山入れときましょう。あ、先入れるべきだったんだね、これ。そうすると、移動量変わるから。お、来た。うん。じゃあ私ここで撃っときましょうか。うん、そうだね、撃っときましょう。で、次かっちゃん。あ、かっちゃんはここになっちゃうか。うん。で、あ、信綱さんもあれだね、鉄砲じゃないから、私の両サイドに鉄砲置こうか。ああ、で、特技で乱射。あ、すべての備えか。あー、ちょっと使ってみましょうか、乱射ね。ならここにするとこの3部隊が射程、お、待てよ、あ、船じゃダメだ。ここにすると4部隊か。で、特技で鉄砲乱射行ってみましょうか。はい、組打ち鉄砲って、あー、組打ちは何？あ、一定の間長くなるのか。鉄砲乱射しましょう。はい、撃って撃って撃ちまくれと。あと一斉射撃もいいんですよね。こっち持ってって、特技で100発100中だね、やっぱりね。あ、そうか、野戦では風林火山消えるんだ。あれ、うわ、汽車突撃もあるんですけど、あ、でも、あえてそんな横にないといけないよね。あー、三段打ちにしとこうか。あー、三段打ちにしとこう。はい。で、今度こっちで、あ、
もう接触できるわ。で、特技で赤備え突撃だね。ああ、矢で来る？おお、そうなんだね。となるととりあえず撃っときましょうか。おお、でかっちゃん、かっちゃんでお尻から突撃できないよね。赤備えできる？あえて、うん、できませんよね。なので普通に攻撃しときましょうか。でここの鉄砲で、あ、まだでも400だから普通に撃っとくか。いや、三段打ち使っちゃおうか。はい、うん、崩れましたね。でこっちの雪長さんは、あ、雪長さんじゃないや、信綱さんはこいつを誘いたいんで、そう思うとこっちまで抜けれる？あ、抜けれるんだ。で、特技でまた赤備えを、あ、仕掛けられないんだ。そっか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 。もう彼らすぐ海に逃げようとするんで。で、これ私じゃないわ。はあ。はあ、普通に鉄砲しておきましょうか。うん。ね、逃げていっちゃうんで、うん、ならまた引きましょう。いや、引くと言ってもこの辺でいい気がする。ちょっとね、軌道のある彼らはこの辺で待ち構えて、でこの辺で置いておいて、で、うん、あなたもここで待機しておいて、もう彼らね、攻めてくるしか無理なので。これがね、援軍がいたらね、もう援軍が AI なのでとんでもないんですよ。あ、もうちょっと引くべきだったね。ですけどまあいいや。はい、これ一斉できるのかな。ちなみに横付けして何かできるかね。あー、できないか。連携できる？お、できるわ。お、連携いきましたね。あとは、うん、私は打つだけか。あと何ターン？ 3 ターンかね。3ターンで打つだけ。で、こう来て、で、あ、あなたそうなっちゃうんだね。もうあなたもここで打つだけ。で、打つだけと。で、落として、よいしょ。で、打っていくと。お、いい感じ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 。突っ込んできたね。おお、胡蝶の陣。なんだい、胡蝶の陣って。なら、もう一度連携仕掛けましょうか。こっちでいいかな。で、攻撃して、で、連携仕掛けましょうか。多分もうこれで逃げると思うんですよ。敵さんはね。うん。いい感じ、いい感じ。いい音しましたね、今ね。こっち行くか。うん。で、この二人はどう行きますか？特技。ああ、三段打ち持ってんだね。ああ、もったいないからこっち行っとこうか。で、あ、あなたも使えるんだね。でも、あなたも普通の早号ぐらいでいいんじゃない？早号ぐらいでもう落ちるでしょ、こっちは。うん。もう多分逃げると思うんですよ、ほら。もう逃げると思うんで、まあまあ、鉄砲持ってる人たちに、ちょっと、せっかくだからね。はい、三段落ちね。
届く？あ、届くね。さすが風林火山聞いてるね。あ、使えないのか。痛みつけるだけ痛みつけましょうか。ねえ、私もこんだけあるんで。どれ使おう。あ、一斉射撃いけるの？行っちゃおう。はい。うわ、強いな。でもまあ、ここがね、こちらへの痛みもいけないので、待機。うん、はい、逃げた。ね、もう邪魔見ろですよ、本当に。もう水軍にや、水軍結構やられたんでね、痛いもさせられたんでね、もう気持ちがいいですね。はい、足軽。あ、かっちゃん、鉄砲いけたっけ？三部隊鉄砲いってましたもんね。信綱さんが足軽で、鉄砲の、鉄砲ね、いけたんじゃない？いや、あ、いけてるいけてる。いけてますね。うん。鉄砲のが余っちゃってんね。うん、はい、じゃあ行きましょう。はい、軍技ね。意見聞きましょう。はい、もうね、交渉に入りましょうか。ね、信綱さん、あ、信綱さん行ってもらいましょう。うん。降伏ね。いくらでも通らないかと。あ、そう。じゃあ、私が行きましょう。降伏ね。はい。あ、五分五分でございます。じゃあ行きましょう。はい。あ、何をしにもやられたのかなと。はい、降伏しなされと。お、拙者を愚弄するか、と。ねえ、でもね、大抵こういう後にね、すぐ向こうがね、降伏しに来るんですよ。よく考えたら大手もまだ超えてないもんね。はい、行きましょう。門超えたら来るかな。はい、また恒例のごとく私は千成病単で。で、あ、三段、あ、待ちましょうか。待ちましょう。うん、一旦目は待ちましょう、皆さん。あ、鑑別。おお、調査官行っちゃった。まあまあ、それ行けって言ってたからね、私がね。行ってくださいって言ってるんでね。あとでまた手伝いに行きましょう。あ、ここはた手伝いに行こうか。あ、ここはた手伝いに行こう、長宗神さんね。で、ちょっと様子見て。あ、でもそれで落としちゃったら、長宗神さん自害しちゃうんだね。そりゃ困るな。ちょっと困っちゃうね。考えましょう。だから、官兵衛さんが、もう、陥落寸前で、撤退してくれるのが一番嬉しいんだけどね。まあ、なかなかそんなうまい具合にはいかないと思うんでね。風林火山で、三段打ちを誰に行こうかな。モブモブモブ、あ、やっぱこの人だね。あ、土井さんだね。で、号泣かな。で、100発100中。うん。で、早号で落ちるね。うん。落ちました。で、私は、千成病単だね。で、潰しにかかっちゃおうかな。ああ、うん、落ちるね。で、号泣ね。うん、落ちて。で、死守してる人がいなくなったので、じゃあ、強襲しちゃいましょう。あったなんか、あ、力攻め持ってんだね。あ、でも普通の強襲でいいと思いますわ。うん、結構減るもんね。で、そうだね。あなたも強襲しときましょうか。あら、脇が来た。結局ね、何をしに参ったのじゃと。このまま戦を続けても、あら、総大将、モブだったの？土井さんじゃなく。土井さんがモブの下にいたのかね。おー、いや、自宅しましょう。降伏ね。受けましょう。脇はなったぞと。あー、これで土井さん仲間になったね。いや、あの人ほんとね、見るからに物騒でしょ。他の人はみんな鉄砲担いでるぐらいの、あの人だけね、もうなんか、バズーカみたいになってるんでね。はい。
ハイナロンが大義であったと。じゃあね、火星木曜なんてもう、いや、一気に潰しちゃいましょう。うん。長宗壁は、うん、そうだね、一気に潰しちゃいましょう。と思ったらいい時間になっちゃったね。ちょっと待ってね。あ、そうだね。じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。